SP 水曜劇場をご覧の皆さん、おとり会議の若旦那家康と申します。大劇だよ全員集合という名前で、3劇団で3軒回ってきたものを今放送したんですが、あと一夫一投増えましたので、1月の15、16、17、大阪、4月の1、2、3を東京で行います。まあ、3劇団、家族というテーマで、それぞれ作ってきた作品をですね上映いたします。同じ作品をやるのに俳優が増えてたり俳優が変わったりするのでまた違う感じになると思います。小鳥会議の方は温かな北上というタイトルで、ゲストに、小中大さん、竹内博樹さん、ピッコロ劇団の原武さんに出ていただきまして、まあ、こういうチラシでやっております。開演の、20分前に来られたお客さんの中で、くじ引きをしていただいて、上演順が変わります。そして、15分前に来られたお客さん、当選したら、全額キャッシュバックです。その他割引がですね、おじいちゃんおばあちゃん長生きしてくれてありがとう、これからも長生きしてね割、長寿割60歳以上600円引きの一族老徒割、家族を連れてくれば連れてくるほど安くなる、2人で酒飲もう割400円引き、3人でうまいもの食べよう割600円引き、4人集まるなんて何年ぶりだ割、1100円引きになります。士族割っていうのがありますね。出演者と同じ名字の方が安くなります。200円引き。ああ、母ちゃんの飯うまかったな、父ちゃん元気かな割、親元離れ割、実家から離れて一人暮らしする人200円引きとなっております。今、この辺のチラシが巻かれ始めてるんですけども、こんばんは、あごら劇場、10月16、17、18っていう公演、全く愛知と同じ日程の、ミスプリントがありまして、こう、折りがあるものをこう、すり直せないので、一枚一枚こう、なんかなんで間違ったかっていうことが面白コメントになっているのが4種類ありますんで、皆さんいろんな芝居見に行って、あ、プードル編だ、父娘編だっていうのを、4つ集めて持ってきていただいたらなんかプレゼントします。あと飲食 OK だったりとか、合間合間も受付のメンバーが全員家族に扮しております。で僕もその家族にホームステイしている中国人ということで出演してない時はこういう感じで、大体前説とかやらせていただいて、くじ引きとかも僕が担当でやってたで、大阪等東京も僕するかなと思うんですけども、新年一発目二発目のお芝居になったらなと思いますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。